ウーロソオカクアオイ属の常緑性低木。南アフリカ原産で、形容にバラのような方向を持つ。水蒸気上流して得られる精油は、ゼラニウム油と呼ばれ、香料などとして利用される。別名ローズゼラニウム。学名の内属名ペラルゴニウムペラルゴニウムは、ギリシャ語のペラルゴズに由来するが、これは、種子の形が、コウノのリの口しのように長細いためである。種め名。 グラベオレンスグリベオランスには、重い香りという意味がある。成長すると高さ1.3メートルほどに達する、常緑性低木。葉には深い切れ込みがあり、繊毛があるため、手触りが柔らかく、強いバラ様の香りがある。17世紀後半に、南アフリカからヨーロッパに導入され、その後レユニオン島やモロッコで栽培された。ゼラニウム製油ローズゼラニウムはもともと香料用に、 栽培されていたが、精油を用いた保管、代替医療であるアロマセラピーで、初期のアロマセラピストが古いイギリスの本蔵書にある、ヒメフロの情報を誤って転用したため、不正確な情報で広く利用されている。精油の香りには人生と刺激、両方の効果があり、香りを嗅いでリラックスする場合と、逆の効果が現れる場合がある。比較的安全な精油であり、食品業界、 化粧品業界で多用されているが、近年 EU によって非常に強い観察性を有するという評価がされた。ローズゼラニウム油やその成分は、偽物のローズ油やローズ油の増量剤として用いられている。ありがとうございます。